サラさんが結局のところおかげで結構な時じゃあ早く入ろう。みんな戻って、人も揃ったことだし最後の答えを探しに行く時が来たね。あんたらはなかなか辛い一戦をしてたみたいだな。一戦もう何戦したかすらも俺が本領を発揮した姿も悪い。タルタリアさんはこの秘境にすごく詳しくて、どんなに強い魔物、僕たちならこの秘境の最深部までたどり着けると思う。お一緒に何日かいて結構仲良くなったみたいだなもう戦友さ。再構築の間式大将から聞いたんだけど、一番あの拓本に込められた武術の力は他のものをはるかに超える。近くにあるだろう。なんで取りに行ってないんだ。式大将、あんた、あたい、みんなのおかげで僕はここまで来られ、僕の記憶は君たちのおかげで少しずつ取り戻せたんだ。ずっとチリチリになっていた記憶が全て思い出したよ。ここは陰陽師を実験する場所。主語？僕たちの国はかつてある災害に見舞われ、春之助は深く悔やんだ。その時から彼は邪悪を制御する力を渇望するように。彼は海を渡りリーユへ行き、仙人を訪ねた。戦法を修行し、その奥深き術と自身がな、その後彼は国に尽くす有志の武士を招集し、僕とこの陰陽寮を作ったんだ。そして僕を原型にした拓本を数多く制作し、それらを武士に分け与えた。武士と式神が組み、武術と武道を駆使し、より確実に魔物を滅す。彼らは二人一組となり、外で魔物と戦った。秘境に戻ってからその情報をもとに鏡の魔物の姿として再現し、武士たちの訓練相手としていた。僕は式神の統率者として拓本たちの見聞や経験を吸収しながら秘境の構造を調整し、武士たちにより効果的な訓練を提供していたんだ。そして時が経てば、これらの志の高い武士たちはとてつもなく高い武術を身につけることができる。道理で終わらない戦いが続いていたわけだ。つまりカムナ春之助がこの陰陽寮を作ったのは、武士を訓練してより効果的に魔物に対抗するためだったってことか。じゃあそいつ立派ないい人だったってことじゃない。もしそうだったら
なんで秘境の奥深くに隠れる必要があるんだよ。いや、春之助はもうとっくに領内にはいない。なぜかはわからないが、春之助は全ての物資を追い出し、その記憶、最後のかけらはまだ思い出せていない。離れたってことは、まだ多分少な、僕は春之助に創造された一種の兵器だ。僕と音陽寮の使命は戦いを作り続け、自分と他人を磨き上げていくこと。しかし今となってはこの秘境も意味のないものとなった。なんかすごく悲しそうだ。主に見捨てられた兵器、兵器になるのも悪くないんじゃないかな。そうなのか。君は俺の秘密に興味があっただろう。どうして俺が秘境の排斥に俺はただ木の根の隙間で戦ったことがあるだけなんだ。俺が欲しいのは勝利ではなく磨くこと。自らを鋭利に尖らせ恐れられる存在になる。俺も君と同じ兵器なのさ。だったら君の追い求めている戦い、その終点は一体どこにあるんだ。終点を追い求めるのは終わることを望むものだけさ。俺は違う。そんな無意味なことなんて全く気にしていない。俺は戦うために生まれた。俺が生きている限り終点は現れない。俺の選んだ道はその一歩。戸惑いを捨てろ。悲しみと迷いを抱えたままでは無情な兵器にはなれない。どうやったら捨てることができる？あたいが思うに、捨てるっていうのは一種の表現じゃないか。別に式でしょ。あんたは何も捨てなくていい。あんたは記憶を取り戻したばかりだ。今こそ過去を拾うチャンスなんだよ。正しくて重要なこと？あたいにはあるぜ。あたいはロックが好きだ。ロックが好きなやつはあまり多くないだろう。他のやつらが好きかどうかなんてあたいと全く関係ないと思わないか。あたいは自分のやりたいことし、たとえ冷たい目で見られても。曲、確か一人寂しく道を歩き、たまにかがり火のそばで人に会って、みんなで一緒に焼き魚を食べてた。そういうのが理解できてる時点であんたは人の感情をよく知ってる。人はみんな多かれ少なかれそういった孤独な道を歩んだことがある。あんたもそこにいる。道は険しいが、あたいたちは孤独じゃない。式でしょ。これがあたいの音楽にある言語で、正しいことを続けた収穫だ。何かやらなきゃいけないことがあるんじゃないか。深淵さん、今はまだ君のようにはなれないけど、僕は分かっている。このまま立ち止まっていてはいけないと。前に進もう、みんな。最後の拓本を取り戻したい。いや、取り戻してこの秘境を再び掌握する。きっと僕にできることはまだあるはずだ。おう、気を取り直していこう。みんな一緒に進めば問題ない。
命を捨てに来たか。ここまで、はあ、やはりここまで。動くなよ、すぐに終わらせる。時間がない。アビスに使えよ。
よ。
私は残る。
私の教授。素晴らしき神秘で。神聖なる恩恵。セドビラはお前のためにある。カムナ様、訓練を受けた武士の6割が負傷し、式神の消耗も予想をはるかに超えています。それに外界の情勢が安定してきた今、我々が究極の武芸を追求する必要はあるのでしょうか。どうして恐れる。小生はとっくに分かっていた。春之助、はっきり言うが、彼女はもう戻ってこない。小生はただ彼女の後代を助け、この領土を守りたいだけだ。滅すべき対象がなくなり、守るべき人も平和を得た今、我々の使命は終わったと言えよう。小生は時が許すなら一生ここで守護し続けられるとずっと信じていた。このような言い方は小生自身を危うく騙してしまうところだった。お主は決して小生のようになるなよ。安心してくれ春之助、僕は分かっている。君が稲妻のためにしてきたことは他人が意味を与えていいものじゃない。そして僕の存在もそれと同じ。当初お主に冷静を注ぎ込み、人の感情を理解できるようにさせたが、やはり正解だった。結局小生を啓発してくれたのはお主だったな。明日に睾丸あってセロに誇れども、夕べに白骨となって光源に朽ちぬ。いい言葉だ。これでもう小生に心残りはない。我が友式大将よ、自らの使命をよく果たしてくれた。もう待つ必要もない。小生は新たな意味を求めて再び出発する時だ。これでさよならだ春之助。どうか安寧であれ。全てを思い出した。春之助に見放されたわけじゃない。僕は彼を説得し、彼と一緒にこの心の迷宮を出たんだ。春之助は僕を見捨てたわけじゃない。僕が彼を啓発し、彼の抱えていた重荷を手放させたんだ。僕と結録音容量に対し、春之助は美しい願いを持っていた。武士たちは精一杯鍛錬し、その鍛錬も少しながら効果があると証明された。しかし凡人の力には限界がある。我々僕たちが修行に奮闘していた時、あの無双の人たちを振るう神が勤勉で強大な戦士を引き連れ、この土地に埋もれていた災いを根絶やしにした。みんなの努力が突如として不要なものになった。そんな結果を受け入れられる人なんていない。全く想像できない。でもどこかで似た話を聞いたような。僕は混乱し、
落ち込み、すべてを疑った。しかし、僕たちの作った結果、僕たちの払った代、いずれにしても、春之助と武士たちの望んでいた目標は達成され、武士たちも、それはもともと祝福すべきことだった。だが、春之助は情がありすぎたゆえ、世間のあらゆるものを気にかけ、自身の失ったものに固執したのだろう。主語は我々の共同の願いだった。春之助はみんなを守ろうとした。ならば僕は春之助を守ろう。春之助の最も満足する造物として、彼が結録音容量にいた時の唯一の友として、僕は彼を導いた。彼は僕に言っていたよ。新たな意義を探しに行くと。1ヶ月かかるかもしれないし、1年、何百年かかるかもしれない。どんなに長くても、僕はいつの日か彼が願いを叶え、ここへ戻ってくることを願っている。来る日も来る日も待ち続け、僕は深い眠りについた。はあ、春の…そんな悲しむなって、式大将。カムナ春之助はあんなに強い戦法を学んで、神通だって身につけてる。もし…みんな、もう決めたよ。春之助がこの世にいてもいな、君たちに会ってから一つ学んだことがある。信じることだ。春のこの世に生まれ落ちた時から、僕たちは孤独の果てに向かって歩んでいる。だけど、霧の中には火の光があり、夜空の下には新たな仲間がいる。僕たちの使命が長い旅によって終わることはない。春之助のやった全てに価値がある。そして僕の意義こそ僕の使命なんだ。この点、我こそは武人を補佐する式神が長、式大将、この結録音容量不変の領主。我が責務は武人を補佐し、武道を極限まで鍛え上げる者に手を差し伸べること。世の中にはまだ高き山を登る者が必ずいる。僕は…よし、その息だぜ。記憶が完全に戻った式大将は、なんだかすごく頼りになる感じだな。すでに結録音容量は再び制御した。今後、鏡の魔物が逃げ出すことはない。今回のこともこれで終わりだ。あと何日かすれば、不術の力の脈略を整理し、結録音容量を元通りに戻すことができる。ここは予測不能でありながら、安全で頼れる試練の地。今後は僕もここをずっと守護し、武道を極める者に最も効果的な試練を与えよう。天領奉行もそろそろ秘境に入る頃合いだ。彼らが来たら、僕が今回のことを詳しく説明する。それについては僕に任せてくれ。わかった。つまり、オイラたちは後処理をしなくてもいいんだな。オイラ、こういう何も気にしなくていい感じ、すごく好きだぞ。君たちのおかげで、僕は真の自分を取り戻せた。少しばかりの礼を用意した。みんなの恩とは比べ物にならないが、少しは役に立つだろう。拓本、彼のことは式少将と呼んでくれ。式少将は他の拓本と違い、大陸のどこにいても僕と連絡を取り合える。結録音容量を離れれば、彼は式札と符術を使うことができなくなるが、君たちを加護することはできるだろう。彼を連れて各地を渡り歩けば、僕をそばに置いて連れ歩くのと同じ。式大将の口調がしんみりしてきてるぞ。あたいたちともう…おい、そんなしょげたこと言うな。あたいたちはまだここにいるだろ。それに、旅人と九条サラさん、北斗さんのおかげで、あたいが稲妻に来るのもそこまで難しいことじゃねえ。もしかしたら、たまにまたここに来て、あんたに会いに来るかもしれねえぜ。新蓮さん、それは君の時間を取ってしまうことになる。
聞くが、ロックはどうだった？ロック、僕にとっては非常にいい音楽だった。それだけで十分だ。あたいは音楽の良さを知っている人にしか演奏しない。みんなよく聞けよ。あたいが一曲奏でてやる。え、ここで曲を弾くのか。この曲にこんな心震わす部分があったなんてな。あ、講師はダンスができるんだろ。あいつと一緒に。おーい講師、逃げる？俺はただ休憩する場所を探して考え事をしようと。旅人、俺が調査していたことを君に教える時が来たね。やっぱり鋭いね。君の目は人の心を見透かしてるんじゃないかって。今回はすごく楽しかった。正直稲妻はかなり好きだよ。些細な厄介事、そしてそれがもたらす影響を考えなければね。もともとはこの秘境が残響と関係していると思いここへ来たのさ。だけど彼はいなかった。神の心を持った残響は俺たちと連絡を絶った。これにはおそらく何か裏がある。だが残響がこんなことをするのも俺は全く予想していなかったわけじゃないよ。あの心はもう少し泳がせておこう。いつかどこに行ったのかがわかる。その時は君ならどう選択する？ほんと、もう少しここにいたかったね。長く滞在すればするほど次に会った時の喜びも大きくなる。夜空の星のように君はいつも多くの驚きをもたらしてくれる。俺の相棒。